ご承知の通り、グローバーさん、国連人権理事会で任命されました健康の権利特別報告者ということで、国連との関係で、外務省のこの人権人道課が窓口になっております。具体的な施策につきましては、関係府省庁がされているので、詳細についてはそちらに譲らせていただきたいと思いますが、グローバー特別報告者、おととしの11月、訪日された際、その関係省庁や福島県、宮崎両県庁との意見交換、さらには福島県の仮設住宅の視察調査などをもとに詳細な報告書を作成されております。日本政府といたしましては、この際、訪日がより多い、有意義なものとなるように、関係府省庁連携の上、最大限の協力を行ってまいりました。福島第一原発事故に関わります住民の方々の健康管理、これは日本政府としても大変重要であると認識しております。健康影響の可能性を限定的に捉えることなく、最新の医学専門家のご意見を尊重しながら健康管理に取り組んできております。これらの我が国の取り組みにつきましては、特別報告者グローバーさんから一定の評価を得たと理解しておりますが、特別報告者からご勧告をいただいているのは皆様ご承知の通りです。我が国はグローバー特別報告者の訪日後もこの報告書における勧告について取り組みを行ってきておりまして、昨年5月にはそうした取り組みの中で主な進展等については説明をいたしております。それがまさしく皆様のお手元に配らせていただいた資料でございます。政府といたしましては、これまでも社会原理学で規定されている健康の権利を保護促進していくための努力を継続してきたつもりです。現状に満足することなく、常に改善のための努力を惜しまないつもりです。実際の施策につきましては関係省庁が取り組んでいるのですが、将来にわたって住民の健康を見守るべく、科学的医学的知見に基づき住民の健康管理に真剣に取り組んでいく所存です。以上です。グローバーさん、再び来日してくださってですね、この間にいらしたこと、本当に私どもも感謝しております。私たちとしては日本政府がですね、グローバー勧告を責任を持って実施してくださることを、心から望んでいるものです。今山中課長のお話ちょっと分かりづらかったんですが、グローバー勧告については、昨年の5月の報告にもあるように対応しているっておっしゃったんでしょうか。でそうだとすればどの部分を対応しているんでしょうか。そこについてもうちょっと具体的におっしゃっていただけますでしょうか。お手元に配らせていただいたその紙、まさに詳細にわたるのでそこは踏み込まないつもりでしたが、これはまさしく先ほど申し上げたように今回関係省庁の実際に担当されている省庁の方にいらっしゃるので詳細はそちらに譲らざるを得ませんけれども、例えば76の A、勧告されている話は実施済みというふうに原子力規制委員会の方からそういう回答が出ております。こういったことを勧告についてはすべて、我々がどういう対応しているかというのをお答えしたつもりです。例えば私どもの多くがですね、気にしているのは、今福島議員のお話にもありました、1ミリシーベルト以上のところの地域、それですら狭いかもしれないんですが、少なくともそこではしっかりと検診が行われるべきであることを切に希望しているんですね。多くの市民が要望書も出しています。でここに例えば3ページでですね、実施済みと書いてあるんですが、これは事実とは異なるんじゃないでしょうか。そこら辺は後ほど環境省さんとの議論でまた深めていきたいと思いますが、例えば私どもとしてはそういう問題意識を持っています。すみません。他の省庁とですね、私たちの方で議論をする際に、このグローバー勧告の位置づけについてですね、個人の、専門家の見解なので、国連として、出した、見解ではないので、拘束力がないと、従って、従う必要はあまりないというようなことを他の省庁がおっしゃったりすることがあります。で私、国際人権法の理解としては、それは正しくないのではないかと思っております。で健康に対する権利というのは、社会権規約という日本が批准した条約に基づくですね、重要な権利ですし、その専門家から出された見解ということですので、
まあ、個人の見解であるから、あまり従わなくてよいということではなく、今後もその実現に向けてフォローアップをしていく必要があるというふうに思っているんですが、そこに関する山中課長の認識を教えていただけますでしょうか。おっしゃる通り、このグローバー特別報告者、個人の資格で勧告を出されていると承知しておりますが、人権理事会で任命されている、人権理事会のプロセスを経て任命されている方の勧告ですので、政府として、その勧告を従う必要がないとかですね、まあ、なんですか、そういう表現はあれですけど、そこを、そういうものとして従う必要はないとかいうことを我々として申し上げたことはないつもりです。勧告につきましては政府として誠実に対応していくべきものというふうに理解しています。ありました。ありがとうございます。そうしますと、まだですね、日本政府と、こちらの、今から移しますけれども、この中身ですね、日本政府の見解と、隔たりがある部分に関しては、今後も外務省として、韓国実現に向けてフォローアップの機会を持っていただくとか、またこういったダイアログも含めて、ご検討いただくというような理解でよろしいでしょうか。韓国の詳細につきましては、それぞれの担当府省庁と連絡を取りつつ、どういうふうな対応を取ってきているのかというのを、まあ、適切なタイミングで説明していく必要があるというふうに理解しています。よろしいでしょうか、皆さん。では、ぜひフォローアップをぜひよろしくお願いいたしたいと思います。私からは、基本方針の支援対象地域の設定の考え方というお題をいただいておりますので、それについてお話しさせていただきたいと思います。ご存知の通り、子ども被災者支援法の基本方針、昨年10月11日に閣議決定いたしました。そこに至るまでには、例えばパブリックコメントを行う、あるいは、福島と東京で説明会を行う、ここにいらっしゃる方でもお越しになった方は多いんじゃないかと思います。それから主催ではありませんが、40数回、50回近くにわたるところで復興庁の職員がいろんな方からの話を伺ってまいりました。そういって昨年10月11日に子ども被災者支援法の基本方針の確認決定いたしまして、その中で支援対象地域というものを定めました。その支援対象地域の考え方ですけれども、法律子ども被災者支援法におきまして8条で、その地域における放射線量が政府による避難にかかる指示が行われるべき基準を下回っているが、原発以上である地域を支援対象地域として基準指定しでとなっております。そこに居住する人たちに対して多岐にわたる施策を網羅的に実施するということを法律は求めていると理解しております。被災者の置かれた状況というのは非常に様々でございまして、必要な支援内容を一律にどこに住んでいらっしゃる方にも全部同じ施策を、同じパッケージを地域に定めるということは非常に容易ではないんですけれども、原発事故発生後年間積算線量が20ミリシーベルトに達する恐れのある地域、避難指示区域、その区域の広がっているところの線量と連続しながら20ミリシーベルトは下回るんだけれども、20ミリシーベルトは下回るんだけれども相当な線量が広がっていた地域はやはり居住者に強い不安が出たんじゃないかということが言えると思っております。そしてその地域の社会的経済的な一体性も踏まえまして、その地域では支援対象を網羅的に行うべきということを考えまして、それで支援対象地域を福島県の中通り、それから浜通りの市町村、これは避難指示対象区域を除いた部分、そこを支援対象地域といたしました。ただ支援対象地域に住む人だけが施策が全部あるというのではなくて、支援対象地域が外れていた人でもあっても必要な施策はやはりあるだろうと考えまして、そこで準支援対象地域という概念も設定いたしまして、これは法律が例えば法律上で言いますと、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、また居住していたもの並びこれらの者に準ずるものを被災者と定義していること、という準ずるところまで入れているところを見ると、もっと幅広いところまで支援をすべきであるというように、我々理解いたしまして、それで準支援対象地域というものを設定いたしました。
準支援対象地域は必要な施策が、その必要な施策がどこにあるのか、そこで必要な施策を必要としている人に対して必要な施策を届けようというもので設定したものでございます。そういったもので今回支援対象地域と準支援対象地域というものを設定いたしました。子ども被災者支援法の基本方針を定めるにあたりまして、いくつか新規のものも盛り込んでおります。その中でも例えば直接お金の支援というものではないかもしれませんが、借り上げ住宅の供与期間を全国で平成27年3月まで延長いたしました。これはもともと8歳から2年だったところを1年延長し、さらに今回制度的には1年延長いたしました。でその上で27年3月まで来たらすぐ出て行ってくれというのではなくて、そこはきちんと27年3月末になって次の住宅があるかとか、そういったこともいろいろ踏まえながら適切に対応するということも基本方針には書かせていただきました。それから、支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅の入居の円滑化についても検討するということにしております。これは今2月の先月の末でパブリックコメントが終了したところで、現在各自治体に通知を出す準備をしております。まだ実施はされておりませんけれども、もう間もなく実施できるように今作業を進めているところでございます。それから例えば就労支援の充実ということで、マザーズハローワークもいろんなところに設置できるようにしております。これはお子さん連れでお母さんが仕事を探しに行っても、その仕事を探している間に子供を預かってくれる、後ろで遊ばせておいておくスペースを作っておく、そしてその探している人に対してはなるべく仕事と子育ての両立ができるような支援を仕事を紹介するといったようなこともやっております。それからこれに合わせた新規というわけではないんですが、母子避難者の高速道路の無料化措置というものもやっております。これは今年の3月31日までの措置ということで昨年決めたものでございますが、この度あと1年延長するということも決定いたしました。これで母子避難、これは母子だけに限らず世帯が2つに分かれているようなところ、そういったところも対象にして高速道路の無料化措置の1年延長ということもその措置としてやっております。例えばこういったものもありますし、あとはいろんな施策もありますが、例えば子どもがきちんと学校に避難によってお金がない、それで経済的理由によって学費がないというようなことにもきちんと対応できるように、奨学金の関係、あるいは授業料の減免、それから学用品の補助といったものもできるようにしてあります。そういったものを子ども被災者支援法では決めたところでございます。私からは以上。ありがとうございました。グローバー勧告の中ではですね、住民が参加する形でですね、子ども被災者支援法をですね、実施していくという勧告と、それから、支援対象地域をですね、地主イベントにするということがですね、掲げられているわけですけれども、ちょっといずれも実現して、いろいろやっていただいているということでご報告いただいているんですけれども、いずれも実現していないという状況があるかと思います。ここでコメント、などありますでしょうか。でまた、ですね、二瓶和子さんという、避難の方もいらっしゃってますので、川崎さん、コメントあれば出していただいて、まさに今の点を、復興庁としての正式な見解を伺いたいんですけれど、はい、老後勧告の68というところに、同法で対象となる地域、支援対象地域は年間放射線量1ミリシーベルトを超える地域を含むべきであると確信していると、これヒューマンライズナウの役ですけれど書かれていて、今現実にそうなってないわけですね。その相当な線量という新しい概念を復興庁が作られたということだと思うんですが、これ復興庁としてはグローバー勧告は受け入れられないということを正式に決めておられるという理解でよろしいですか。復興庁といたしましては、1ミリシーベルトという数字にこだわらずに、例えば支援対象地域であれば、先ほどと同じことになってしまうんですけれども、支援対象地域であれば20ミリシーベルトと連続しながら相当な線量が広がっているところとやったところなんですが、さらに必要な支援を求めている人たちというのはその支援対象地域の外にもいると考えておりまして、そこを準支援対象地域ということにしております。これは1ミリシーベルトより低い地域も含むものでございます。
ですので、すみません、準支援対象地域はいいんですけれど、準支援対象地域で何かが行われているというふうにも私は全く認識してないんですけれど、それを置いといて、法律自体が一定の放射線量以上の地域というふうに明確に定めているわけですよね。その一定の放射線量の基準というのは1ミリシーベルトであると、まあ、グローバー勧告は言っているわけですよね。ここに対する応対としてはどうなんですか。それについては相当な線量ということで、決めたところでございます。1ミリシーベルトではないというか、1ミリシーベルトまで下げる必要はないということですね。1ミリシーベルトという確率的な線量ではなくて、相当な線量とすることによって1ミリシーベルトには満たないような地域も含みうるものだと思っております。実際含んでおります。よくわかりました。そうすると次の質問なんですけど、相当な線量というのは何なんですか。相当な線量というのは20ミリシーベルトという避難指示区域があったところと連続しながらそれなりに広がっている線量で、あとは地域の社会的な一体性というのも踏まえて決定したものです。社会的な一体性の話と線量は別ですよね。線量は科学的事実ですよね。今回の法律の議論の時に市町村の分断を招かないようにとか、あるいは総合的なものをいろいろ勘案して決めてほしいといった議論もあったことはご存知だと思うんですけれども、そういったことも踏まえながら検討いたしました。その線量は線量で科学的な事実としてあって、その線量を踏まえてどこを対象地域にするっていう議論はまだ分かるんですけれど、一定の線量自体は結局じゃあ数字としては出せないということですか。数字として確率的にこれだということは決めることは適当ではないと考えております。グローバー勧告の施行の枠組み自体が受け入れられないということですね。枠組みというよりはその趣旨は十分に汲み取っているんじゃないかと思っております。つまり1ミリに満たないところも支援対象地域に入っておりますし、必要な支援があるところに必要な施策をやるというところで十分趣旨は汲み取っているんではないかと考えておりますけれども、お趣旨汲み取っていると思っておられるかどうかはグローバーさんに聞いてみたいなと思います。はい、じゃあ水下さんと岩田さんも発言されます。ですね、川崎さんは礼儀正しくはっきり言わなかったんだと思うんですが、準支援対象地域で何か行われているとは、私たちは何か新たな施策が、例えば被爆提言、あるいはその避難者への指示、そこからの地域の避難者への支援が行われているとは私たちは認識していないし、もし行われているのであれば、それを明示していただければと思います。準支援対象地域というのは、既存の施策も含めた施策一覧の施策パッケージのその各施策の対象地域を準支援対象地域と言い換えただけの霞が関文学の傑作だと私は認識しておりますというコメントが1点です。でそれからですね、この1ミリシーベルト以上、少なくとも1ミリシーベルト以上を支援対象地域にすべきだというのは、多くの被災当事者および多くの自治体がパブリックコメント中に何度も校長さんに申し入れをして、泣きながら被災当事者の方々が一生懸命陳情したような、そういったものでもあるわけなんです。今その分断を避けるために地域の一体性も鑑みて、相当な占領の地域を、つまり福島県の中通り浜通りの33市町村を支援対象地域にしたということなんですが、分断を招いているのは住民の声に耳を傾けない、今まで その避難区域の設定も解除も全てそうなんですが、住民の声に耳を傾けない政府のその姿勢にが生んだものではないかと思っています。なぜ子ども被災者支援法にも明記されている被災当事者の方々の声を反映するということをなぜ行っていただけないのか、私には本当に理解できないんです。本当に私もその場にいましたが、何度も被災当事者の人、そして自治体の方々も意見書という形で出されていますよね。その扱いは一体どうなってしまったんでしょうか。ぜひお答えください。岩田さんも何かありますか。そこになってしまうかもしれないんですけど、まずグローバー勧告では影響地域という概念を使っています。で1ミリシーベルト以上の影響地域といったときには、特に、特定の県や、自治体を指しているわけではありません。で、子ども被災者支援法の第1条でも
採者の定義というのは、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、または居住していたものおよびそれに準ずるものという、まあ、そういった定義がなされています。その上で今 の, 対象地域、まあ、政府の方で決めた対象地域というのは明らかにこのグローバル勧告で言っている影響地域ということとはかけ離れているという認識になりますし、また被災者支援法の被災者という定義、つまり被爆は2つ最初の初期のプルームの通過の影響を受けた人々と現在被爆状況の中で影響を受けている、この2つの被爆を考えなければならないと思うんですけども、その基本方針の中でこの20名地域からスライドしているというようなお話をしましたが、こうした勧告は一切黙殺する、あるいは被災者支援法の理念は組んではいないというご認識でよろしいですか。はい、すみません、非常に厳しい質問が続いて申し訳ないですけど、いかがでしょうか。はい、まず準支援対象地域で行って何も行われていないというご指摘がありましたけれども、例えばかいつまんで一つ二つご説明させていただきますと、学校給食の放射性物質検査の実施地域の充実といったものは支援対象地域に限らずいくつか充実でやっております。それから民間団体を活用した被災者支援の拡充ということで NPO を通じた情報交換、情報提供、あるいは被災者同士の交流みたいなものは、例えば今年今年度ですと札幌、北海道、山形、新潟、大阪でやっているようなものでございまして、準支援対象地域でも各種政策をやっております。それから北海道に必要なものも準支援対象地域としてやっているものがございます。例えば、学校給食ですと青森、岩手、宮城、福島、まあ、福島は支援対象地域に半分入っておりますけれども、他にも茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、長野といったところでもやっております。ここに被災者が避難しておりますので、これ避難者あれですね、だからもともとやってたものを準支援対象地域に対する施策というふうに言い換えただけですよね。ただ NP 今言った学校給食の地域の充実なんかはこの基本方針決定に合わせて充実させたものですし、 NPO の通じた情報提供も今回今年度から始めた、これに合わせてやったものです。ちなみに2点目の点は承知してますし、それは準支援対象地域という議論とは別だと思いますが、その施策自体はいいと思っています。でそういう意味で全てやってらっしゃることを否定しようとは全然思っていませんので、だから一定部分やられていることがあるのは事実なんですが、しかしそもそも支援対象地域を設定してその人たちに対して選択の権利を保障するというこの法律の根幹の部分が全く実施されていないのに、そういった使用抹殺のところを挙げていただいても、そこ自体は評価していますけれど、全体としてはそもそもグローバル勧告にも沿ってないし、住民の意向にも沿っていないし、子ども被災者支援法の立法実施も沿ってないのではないか、そういったことを申し上げています。先ほどいただいた質問とまとめたことになってしまうかもしれないですけれども、パブリックコメントあるいはいろんなところでいろんなご意見をいただきました。でそういったことも踏まえて、それから立案時の議論、そういったことも踏まえて支援対象地域を1ミリという確定的な数値で切らない、ただし準支援対象地域というもので幅広くやっていくんだということを総合的に踏まえて決めたところでございます。内閣の一員である大井雅子大臣はこの法律の立法段階の議会の答弁の中で福島県全域を支援対象地域に含みます、それ以外にもホットスポットと呼ばれるような地域を含みますというふうに明確におっしゃったんですね。議事録にも残っているわけです。で1ミリシーベントを目指しますというふうにおっしゃいました。その点については今立法段階の議論を踏まえた上で決定されたというふうにおっしゃったけど、ここはどういうふうにその閣内で議論となさったんですか。結局1ミリという確定的な数字で一律に線を引いてしまうと、また市町村の途中で線を引かなければいけないというような事情もありますし、例えば森雅子議員ですと多様な事情を総合的に勘案して決めていく必要があるということもまたおっしゃってますので、ですね、
いろんなところで行われた意見聴取会を踏まえて、パブコメなんかを踏まえて今ちょっと聞こえたんですが、私が出席した福島および東京での意見聴取会、多くの被災当事者の方々が少なくとも1ミリシーベルト以上を支援対象地域だに含めるべきであるという強い発言が相次ぎました。で、私が知っている範囲では、地域を分断するから線量を、明確に決めないでほしいというような意見は、まあ、私が聞いてない範囲でそういう意見があったんだったらぜひ言ってほしいんですが、聞かれませんでした。そして、千葉県内の9市町村を含む多くの自治体が意見書という形で、放射線、汚染状況重点調査地域、すなわち空間線量にすれば、ね、1ミリシーベルト以上の場所を支援対象地域として、まあ、健康支援なんかも含む、支援を行うべきだというような意見書を出しています。それは踏まえずに、今公開されていないような何かそういった意見があったんでしょうか。公開されていないわけではなくて、総合的に勘案して決めたというのはそうなんですけれども、例えば国会の中でも議論がありまして、地域の実情に合わせて決めなければまた人々を引き裂いてしまうことにもなりかねないといったようなこともあります。この法律によって人々の間に市町村、例えば1ミリってやってしまうと、この市町村の何丁目何番地から何番地までが支援対象地域、その道路の向かい側では違う、ちょっと議論がね、やや低レベルになっていると思います。私たちが申し上げているのはそういうことを言っているんじゃなくて、地域を分断しないようにというそういった配慮と、この法律の趣旨に合わせて一定の線量以上多くの人々が望んでいる1ミリシーベルトという基準を両立させることは工夫次第でできるというふうに思っているんですね。で、その被災当事者の人たちの多くの声を、無視して、今支援対象地域を福島県内の33市町村に区切って決められてしまったということは我々が大いに遺憾だと思っていますし、グローバー勧告も踏まえてぜひ基本方針については見直しをしていただきたいと思っています。今おっしゃったこととその空間線量を、1ミリシーベルト以上をということは、両立しうる話だと思っています。はい、じゃあ今のお通りでぜひ受け止めて再検討というかですね、これだけ声がございますので、ぜひ持ち帰って検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと時間の関係もありますのでこれで終了にしたいと思いますが、最後何かありますでしょうか。我々としましては基本方針策定するときもそうだったんですが、いろんな方々の意見はもちろん聞いていきたいと思っておりますので、それは引き続き聞いていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。これは番号でいきますと76-D です。これひどい私は監視情報課というところなんですが、隣の、原子力防災課の方で除草剤の配布をやっておるので、私とは直接所管ではないんですが、規制委員会の方での決定によりまして、ここにありますように311後に作りました原子力災害対策支援に除草剤の配布というのを明記して、今それが実際に実施されるというか、その配布用についての準備がされているという状況であります。それからそのスピーディーの件、アマンダさんからもご指摘ありましたが、スピーディーの件についてはこれも311後にですね、いろいろ検討をした結果として、このちょうど真ん中辺ですが、計算結果は迅速にウェブ公表するということに現在すでにしております。それからスピーディー自体もですね、本来平常時から十分事前に使っていくということですね。いろんなパターンを平常時から計算しておくということで、実際はモニタリングのデータを注視するという態度でいくということもありますけれども、スピーディーの計算能力自身もですね、311以前というか311の時は半径50キロの計算範囲でしたけれども、現在100キロまで拡大するとか、あるいは予測のその範囲ですね、72時間後までの予測だったものを現在1週間後まで拡大したりとい
というような会議をしております。それからまたしばらくございませんけれども、ちょっとすいません、だいぶ飛びますが、放射線レベルをモニターするためにいろんなデータを集めましょうということだと思いますが、まあ、現在のところはですね、福島事故で、すみません、東京電力の事故でできましたその総モニ計画というのを政府で、まあ、作っておるんですけれども、その総モニ計画に基づいたモニタリングを実施しております。ただ空間占領的なものとかですね、そういうものについては最近のその政府の考え方としては、個人個人のですね、個人占領をきちんと管理していこうという方向になってきているというふうに理解しておりまして、まあ、つい先日もですね、3月7日に昨年11月19日時点の航空機モニタリングの空間マップをですね公表したりしておりますけれども、まあ、全体的なその把握としてはそういう航空機モニタリングなどでやっておりますが、細かな部分についてはそういう個人占領に移行していくんではないかというふうに今のところ考えております。それからまたしばらくですね、はい、これはちょっと一応規制委員会の名前があるので紹介いたしますが、まあ、ちょっと今日の話題とはあまり関係ないところかもしれませんが、規制委員会委員の、まあ、それぞれの5人の方と原発産業との関連について公表しなさいということで、これについてはすでにいろいろと公開をしているというところでございます。それから、C のところで、規制委員会に、まあ、情報収集させなさいということで、ちょっとこれについてはですね、インディペンダントモニタリングという意味がちょっとよくわからなくてですね、こういう答えをとりあえず書かせていただいております。当委員会は関与しないという立場であるというふうに書きましたけれども、まあ、この文章そのものはですね、そういうモニタリングであるとか規制情報であるとかそういうのを集めるという意味であるというふうに考えればですね、当然のこととして日頃から私でもそういうことをしているということでございます。ただインディペンダントモニタリングというその解釈がちょっとこの時点ではよく分からずに、こういう解説を解説じゃないその回答を書いておるということでございます。一応人権宣言の該当項目は以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここの、ご回答の中で皆さんコメントなどありますでしょうか。あ、はい、現在の福井市の状況、地盤、建物ともに、脆弱な状況があるわけですけれども、緊急時対応についてですね、他の、まあ、現在停止中の他の原子力発電所とは違う何かこうプログラムがあるはずかと思うんですけれども、現在、20キロ圏内にも、まあ、帰還をさせようという、こうとまあ、そういう方向性で話を進んでいますが、緊急事態について、つまり次何らかのクリティカルな出来事が起こった時にどのように情報を伝えて、避難が必要であればどのように、人を誘導してどこに避難させるのか、それで、まあ、要素材の配布はどのようにするのか、その手続き、その手配はどのように進んでいるのかといったことについてお聞きしたいんですけども、よろしいですか。はい、今おっしゃられたのはですね、これも私の課ではなくて原子力防災課の方になるんですけれども、おっしゃった通り今の 1F が非常に特殊な状況でありますので、他のその通常の動いている、まあ、動いているのはありませんけれども、通常の、まあ、他の地域の原発とは全く違う状態だというふうに認識しておりますので、まあ、原子力の防災計画についてもですね、特別なものが必要だというふうに思っております。ただ残念ながらその特別なその 1F 専用のですね防災計画というのはまだできてない状態ですので、それをしっかり認識しておりますので、これについては原子力規制庁の方で今防災計画については検討をしている段階でございます。残念ながらまだ完成はしておりません。今の総モニ計画ってちょっと略されてるんですね、わけがわからないんですけど、何番の話ですか。
それで個人占領系の話を持ち出されると、緊急時対応と、まあ、今現在あるいは、帰還されたところの話とごちゃごちゃになっているので、しっかり切り分けていただいて、まさか緊急時にも個人占領系で対応するなんて話ではないわけですよね。はい、総合モニタリング計画を、まあ、すみません、つい総合モニ計画に略してしまいましたが、ここに載っている、はい、言葉ですけれども、これについては何番の7番、はい、すみません、78番ですね、78番の C、はい、それで先ほど個人占領について私申し上げたのは、田村などにおいてそろそろ帰還が始まるという話もございますけれども、まあ、そういったところについての住民について、まあ、占領管理をきちっと個人単位でしているという方向性を、まあ、政府が持っているというふうにちょっと補足して申し上げたいと思います。で先ほど申し上げましたように3月7日に公表したものについては、まあ、福島80キロ圏外の隣接圏まで含めた航空機のモニタリングを公表しておりますし、モニタリングといっても本当にたくさん含まれている内容というのは全部端折って申し上げて申し訳ございませんでした。ここでいう政府の総合モニタリング計画については陸域のモニタリング、それから海域のモニタリング、さらにはその個々の公共の施設下水道であるとか、そういったあるいは港湾とかそういうもののモニタリング、それから、まあ、職員ですね、まあ、職員なんかは、まあ、検査というふうに農水省さんや厚労省さんでは称していらっしゃると思いますけれども、そういう検査によって分かるモニタリングという意味でのモニタリングまでこの計画に含まれているというのを、すいません先ほど飛ばしてしまって申し訳ありませんでした。今の機関の部分について言っても個人占領系とそういったモニタリングですとか空間占領というのはしっかり切り分けて、でそれの違いというのもその占領という意味から測定器の内容から普通の人が分かるようにしてくださいって規制委員会の専門家委員も言ってますので、これからよろしくお願いいたします。それで特に先ほどの 1F の状況が一番問題だと思うんですが、緊急時ですね、緊急時でそちらの規制委員会に一番関わると思いますのは、76番の一番最初でですね、その緊急時初期対応においては指揮命令系統を明確にし、避難地域避難場所を特定しというですね、でここモニタリングにしてもスピーディーにしてもそれを公表するのはいいんですけれども、もう福島で停電して情報が避難している人に届かないっていうのは分かってるわけですね。でそういった状況においてどのようにその指揮命令系統を届けるつもりなのか、それで今の避難計画にしても、自治体の長の権限と規制委員会の委員長とそして実際に避難指示というですね、多くの人がまさに命が関わる避難をする最高責任者は誰なのか、原子力災害対策本部の本部長という理解で良いのか、本部長はその状況を全て把握しておられるのか、その占領の意味というのを本部長は把握した上でその命がけの避難指示をなされるのかどうかをご回答お願いいたします。今おっしゃられた話については、まあ、何度も申し上げますけれども、私の方ではなくて原子力防災課あるいは内閣防災などの話になるものですから、直接はちょっと私の方からはお答えできないというのを最初申し上げた上で、原子力災害対策本部の本部長は内閣総理大臣でございますので、まあ、そういう意味ではその原子力災害対策本部の中でしかるべき手続きを経て、内閣総理大臣に上がった情報に基づいて総理大臣が、まあ、決断をされるという仕組みだということだけ申し上げます。ですからその本部長にこのモニタリングの占領の意味というのを伝えるのは室井さんの責任なわけですよね。事務局としては私になります。それから原子力災害対策本部というのが311の以前と後で組織的に変わったところが1箇所ございまして、原子力災害対策の副本部長に田中委員長、現在のですね、原子力規制委員長が入ったというのが変わったところでございますので、ハイレベルにおいてはそういったところからの解説もあると。だから 1F 事故の時に初めて菅さんとマダランさんがあってわけがわからないという経験をしているわけですよね。日頃から直接この占領のモニタリングの意味を本部長に伝える活動をぜひ日頃からやってください。まあ
自己採用のですね、あのセンスもあるあのおセンスですね、いつ漏れるかわからないというあの基盤がちょっと斜めになってますよね。そういうところで、あの、タンクにもしものことがあったらどういうふうになるっていうことをちゃんとあの計画を立てていらっしゃるんでしょうか。それであのタンク自体があのまあボルトですと大体3年とか5年とかっていうことに なると思うんですが、その耐用年数ですね。でそれになった場合あの どうするんですか、それあのセンスを。でアルプスはずっとあの稼働しませんよね。でその見通しはどうなっているか、もうそれは喫緊の課題だと思うんですけれども、あの汚染水についてはですね、あの汚染水ワーキングという、まあ、あのワーキングを中で作りまして、非常に頻繁にやっております。これについてはあの YouTube 等で完全公開されているので、あの議論についてはご覧いただいているかもしれません。最近 の汚染水の多分汚染水ワーキング の直近のやつをあの YouTube の記録を、まあ、ご覧いただくとよく分かると思うんですが、あの私ども非常にあの深刻な状況だというふうに受け止めておりまして、少しでもそのリスクの低くなる方法をそのワーキングの中で議論をしておるというのを、まあ、ご覧いただければちょっとご理解いただけるんじゃないかと思います。それからあのアルプスの見通しはすいません、これについてはあのこうなるともうちょっと私どもの話ではなくて完全にあの経産省と東京電力の話になってしまうので、ちょっとどういう見通しかというのは私存じておりません。でそれからその汚染水についてはあの先ほどの総合モニタリング計画と呼ばれるものの中にですね、これはあの、まあ、すでにその私どもでやっている海洋のモニタリング検討会の中でも、議論しておるんですが、あの連続モニタリング装置ですね、今はその1日に1回とか採水をしてそれをまあ測ると、で測ったものが1週間ぐらいで出てくるという、そういう状態のモニタリングなんですけれども、まあほぼリアルタイムで出てくるその連続測定装置をそのコアのところに、まあ、3箇所ぐらいつけるという話をですね、海洋の問題検討会で検討をした上で、正式な計画の方にそれを載せたいというふうにして今準備をしているということで、あの、まあ、いつ漏れたかわからないというようなことはないようにですね、きちっとリアルタイムで、モニタリングしていくという準備をしているところです。はい、多分ちょっと不安は尽きないところだと思うんですけど、防災課はですね、スピーディーを使わないと言ってますよ。正確にはそうではなくて、先ほど私申し上げておりますけれども、まず事前にですね、十分平常時においていろんなパターンで計算をして、計画策定に役に立てると。で、実際に起こった時はモニタリングを重視しながらスピーディーを参考として使う、これがあの正確な意味です。はい、ちょっともう時間にもなりましたので、申し訳ありませんけれども、今回これで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。Well, I think it's been a very fruitful meeting. I want to thank the government for being candid and responding to all the questions. The questions are very critical, but answers are also critical. I think this is the first part of the dialogue, and I'm sure the government is keen to take this on. I just had a short talk with the civil servant in the environmental ministry. She was very happy to be in the meeting, and I think this is very, very good, and I'm very happy that the government is taking it very seriously and responding, I think, in a positive manner. You know, there are disputes, there are issues which people do not agree on, but it's a very good and important beginning. はい、本日は非常に充実した議論ができたというふうに考えています。で、本日はあの政府の関係者の皆さんにお越しいただき、本当にあの、まあ、大変貴重な機会だったと思います。あのもちろんたくさんの批判的な質問もあったと思うんですけども、批判的なあの答えも、そしてあの非常に、まあ、あの意味のある
有意義な議論ができたというふうに考えています。でこれはもちろんこの対話というプロセス の、まあ、第一歩だけであって、これからもこういったような議論が継続的にも続けていけるような取り組みをぜひ政府の皆さんにもお願いしたいと思っております。先ほどちょっと出られた桐生さんと少し外でお話しできる機会があったんですけど、桐生さんもおっしゃってたんですけれども、今回もこの、機会に参加できたことは本当に良かったというようなことをおっしゃっていたので、ぜひ政府からもこういったような場をこれからも継続的に市民の皆さん、そして他の関係者ともこういう深い議論ができるような場を継続的に続けていただきたいというふうに考えています。もちろんいろんな意見そして立場の違いはたくさんあると思うんですけれども、だからこそこういったような対話が非常に重要というふうに考えています。I also want to tell you that the government of Japan had a most detailed response to my report, which also showed their seriousness. And at times it was difficult for me to respond also. I must be very honest and candid, which shows there is commitment on the part of the government to respond. And also today I saw a very positive response. I must tell you that.でそして勧告を実際提出した後ですね、日本政府からも非常に、詳細にわたる回答もいただいております。でこの、特別報告者としての仕事の中でも、これがおそらく一番細かい回答だったんじゃないかというふうに考えています。でこれを受けてですね、本当に日本政府がこの問題にしっかりと真剣に、コミットして取り組んでいるということを、ある意味で表していると思いますので、ぜひそういったような精神でこれからも続けていただきたいと思います。 That doesn't mean the government agrees with the recommendations of what you are saying, but it's very important that civil society and communities could come today and they have been able to show their passionate commitment to this issue and convey it to the government.でもちろんこの政府の立場、そして私の勧告の内容で必ずしも合意があるということではないんですけれども、本日のような場を利用してですね、その政府関係者、そして市民社会、そして市民の方でもこういったような対話、そしてこの勧告の内容も含めたような、これからの政策も含めたようなものを深く議論する場が非常に重要というふうに考えています。で本日市民社会、そして市民側の専門家の皆さんから非常に情熱のあるコミットメントのあるような発言をたくさんいただいたと思うんですけれども、ぜひこのようなコミットメントも政府の方からもぜひこれからも対話を続けて、協力を続けて、この問題に取り組んでいきたいと思います。The pain and the suffering that people have gone through, these two are important components of the community's response to the situation. 本日はですね、被災者の自主避難の方から の直接の話を伺うこともありました。でその中でその痛み、そしてそのどういうふうに実際に苦しんでいるのかということが非常によく理解できたと思うんですけれども、このような当事者の人たちの声、そして今実際どういう状況にあるのか、どういう痛みを持っているのか、そしてどういうニーズがあるのかというのは、このコミュニティとのリスポンスの中でもしっかりとそういった声を反映させていくことが重要と思います。 The challenge before all of you is to make sure that the pain and the suffering of the community, the passionate commitment of the civil society and the response of the governmentare going on the same direction, the same sense of purpose, so that they can achieve the same goal. That is a challenge, and I think it's a great opportunity for the government of Japan to see that a model is set up for disaster management in the nuclear area, and which can be used as an example for countries in other parts of the world.今回、この場にいらっしゃる皆さんに今非常に大きなチャレンジがあると思います。そのチャレンジというのは、本日の話にあったそのコミュニティ、その被災者の人たちの痛み、
そして市民社会のパッション、そして政府からのリスポンスが同じ方向に向かって、その解決という目標に向かって協力できるようなことに持っていくことが、これからの皆さんのチャレンジだと思います。これはもちろん非常に難しいことではあると思うんですけれども、機会でもあるというふうに考えています。その機会というのは、日本政府がこれからの原発事故におけるその災害管理モデルを作っていくこと、それが国際的なモデルになっていくことが、まあ、今の機会としてもあるというふうに考えていますので、ぜひそれを実現するためには、ここにいる皆さんと一緒にぜひ頑張っていきましょう。 It's only when the all sections of society, government, civil society and community work towards the same goal that they achieve success. And I'll just give you one example from my country in India. I do a lot of work on HIV. In the old days, civil society, communities and government were fightingWhen they stopped fighting and they said, okay, we are agreeing on this, we were able to succeed and bring HIV seroprevalence down. It's a success story. That is the challenge for you, and I wish you success, because I'm sure that you will actually ultimately come together and achieve this goal. Thank you very much. こういったケースにおいて、その社会のすべてのセクターが一緒に協力するということが非常に重要と思います。政府、市民社会、そしてコミュニティ、一般市民の協力ということが最も重要だと思うんですけれども、その中で実際に成功を、実現するために同じ目標に向かって活動していくことが重要です。で、最後に私の出身国であるインドから の例を少し簡単に紹介したいと思うんですけれども、私もともと HIV 問題に取り組んでいるものなんですけれども、昔でしたら政府、市民社会、そしてコミュニティは非常にこの問題について喧嘩をしていたわけです。で、その喧嘩をやめて目標を合意して、どこに向かうべきなのか、何を一緒に達成すべきなのかという合意ができたときに、それで HIV の率を実際下げることができて、それで成功に導くことができましたので、非常に大きなチャレンジで、日本の場合非常に大きな障害もたくさんあると思うんですけれども、将来的にはこの問題を解決して実際にポジティブな方向に持っていけることを信じております。本日はありがとうございました。